ははい皆さんこんばんこば高幸です、えー、本日ですねビッグモーターの兼重社長、まあ、元兼重社長と言った方がいいんですかねもう社長を退任するということで会見を開いておりましたでそのビッグモーターのまあ会見を見てねこの私元スバル一級整備士が思ったことをねお話していきたいと思うんですけどもまずね、えー、この記者会見の様子を 見ていいいきたいと思いますまず金重社長からですね。まあ今回の板金塗装部門の不正請求問題は、板金塗装部門単独で、他の経営陣は知らなかった、これは事実だと思います。はいということでね、こんなことを言ってるんですけども、経営陣が知らなかったじゃ済まないでしょう。あれだけの 組織ぐるるみででやってるでしょまあ深いところまでは知らないにしても無理な目標ノルマを立ててそれで下の者たちがその目標を達成してきてるんだからその時点でおかしいと思わなかったらあななた,たちの目は節穴なんですよ板金修理に1台あたり14万も目標を立ててあアットマークだかアットだか知らないけども不正をやってる怪しいことやってるっていうことは耳に入るでしょ。 それを知らないふりしておかげのしっぽ切りじゃないですけども自分のところの社員を切り捨てる板金部門が勝手にやったことだそれじゃ済まないですよ社長えそしてこの次なんですけど聞いてくださいゴ、えー、ルフボールを靴下に入れて振り回して障害者の損傷範囲を広げて水増し請求するもう本当にこれ許せません ゴルフボールで傷をつける。ゴルフを愛する。人に対する本当に冒涜ですよ。これは今事実関係を確認中ですけども。もう分かり次第刑事告訴を含む。厳正な対処をしたいと考えております。ええー、ちょ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 。社長ちょっと待って、あのゴルフをする人への冒涜ですよって。それ関係なくないお客様への冒涜っていうならわかるけど。 ゴルフをする人へ対しての冒涜ってゴルフボールで車叩いったからってゴルフする人への冒涜にはならないでしょうお客様への冒涜でしょ社長ちょっと間違っちゃってるよ大丈夫かおえそしてもう一人取締役で板金部門を任されている部長か取締役からしいんですけどもこの方がですねちょっと評判悪かったですね会見中にちょっとヘラヘラして えー、人事のように話している人なんですけどもちょっとこの人の様子を見ていきましょうどうぞ、えー、少なからず我々のお経営陣の責任というのは感じておりますそのために、えー、今回の記者会見に、えー、臨ませていただき、えー、お客ちょっと人事感が出てますねしかもねちょっと肩肘ついてるような感じでちょっと態度が悪いんですよねこれあの新社長に就任したあの人の顔を見た 顔が青ざめてたじゃん何でこのこの取締役板金部長かなんかよく分からんけどもなんか生き生ききと話してるんでししょうねしかも「A」とか「A」とかが多いので取締役クラスになったらちょっと「A」とか「A」とかを会話の途中に入れるのはねやめていただいた方がいいと思います。 まあ私もえとかあとか言っちゃうんで、編集でカットさせていただいてるんですけども、そこはね、まあ、私もそうなんですが、取締役クラスになるんであれば、ちょっと改善した方がいいと思います、すみません、ちょっと話がずれましたけども、どちらにしてもですね、この経営陣は、こういったね、不正を犯した部門や人をね、まあ、刑事告訴するみたいな話を言ってましたけども、自分の家族でしょ、社員は。 それをなんで刑事告訴すするるななんんんてて言ってるんですかなんでかあなたたちが守ってあげないんですかそんな会社だからこそこんな不正が起きたんですよということをね私は今日言いたかったんです。からね新体制でビッグモーターは立ち直れるかどうかお客様のね信頼を回復できるのかどうかこれからがね勝負になるかとね思いますので私もね同じ整備業界にいた身として。 しっかりと見守っていきたいと思います。ではまたお会いしましょう。じゃあね